さあ本日は東日本大震災の発生から丸11年ということで、防災について見つめ直してみようというイベントとなっております。空気階段よろしくお願いします。男性ブランコよろしくお願いします。いろんな柄とかで、はい、大変な状況にはなってはおるものの、屋上でですね販売をさせていただきました。いち早くですね地域の皆様のために営業再開するということに力を入れております。イオングループでは2016年からこのイオンの事業継続計画ということで再構築をしております。自分たちでは届けられない場所へは自衛隊さんなど提携先の協力によって支援物資を届けることもございます。災害の時でも利用できるようにお店にある受水槽、蛇口をつけて直接受水槽から水を取り出せるような形になって、なるほど。じゃあ大きいウォーターボトルみたいになってくれるってことですね。はい、このようにですねイオンはですね地域の暮らしが支えられるように取り組んでおります。さあここからはですねクイズ形式で皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。正解は1番です。ああ1番ということで、こういうものをきっかけに、うん、まあ、防災に対する取り組みをですねちょっと思い起こしていただければと思います。本日は皆様ありがとうございました。